Let's go! アイドル英文法第35回目、動詞とは、皆さん楽しく英文法を勉強していますか？今日も目から鱗の英文法を頑張ってマスターしていきましょう。今日のテーマは動詞。動詞は主語がする動きや動作 BE 動詞とか一般動詞のイメージですよね。今すぐそのイメージをやめたまえ。動詞の本質は自動詞と他動詞、そしてツッコミ。動詞の初歩的な内容はこちらのサムネの動画をご覧ください。動詞はまず大きく分けて B 動詞と一般動詞に分けることができます。動詞には自動詞と他動詞というものがあり、動詞によって自動詞だったり他動詞だったりするという人がいますが、それは少し誤解があります。正確には動詞一つ一つに自動詞と他動詞それぞれの意味が与えられて成り立ちます。 Asuka runs every morning. Sakura watches a movie. この例文を見てください。一つは自動詞、もう一つは他動詞です。なぜ見分けられるかわかりますか？上の文は市長は走るだけで文は成立してますよね。下の文はさくらは見る、何をってツッコミ入れたくなりますよね。ここが自動詞と他動詞の違いになります。今日は動詞を紹介しました。動詞には2種類あって、それぞれに自動詞と他動詞があるんでしたよね。動詞のイメージは自動詞と他動詞、ツッコミを入れたくなる品詞でしたね。明日は目的語をさらに深掘りしていきます。明日もぜひお楽しみに。明日まで待てないという人はチャンネル登録、チャンネル通知設定をお願いします。